はいどうも皆さんこんばんは、おじいです。本日はブラッドクロスロードというゲームを遊ばせていただこうと思います。皆さんも一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。今回のこちらのゲームはですね、先行プレイで遊ばせていただけるということで、ガンガンね楽しんでいきたいなと思っております。こちらのゲームの、セラフィニプロダクションズっていう、開発元の方がおられるんですが、そちらの方は以前僕がフォローというゲームね、ミミズ男、ミミズ人間が出てくるというゲーム、あちらの先行プレイをさせていただいたこともあるんですけども、そちらの方が、テラーフォージスタジオさんと、協力して、新しく作られているゲームということだそうです。概要的にはブラッドクロスロードはアルコール依存症と自分の深い羞恥心に向き合わなければならない男ウィリアムが日本の民話に登場する謎めいた存在に追われる様を描いた一人称の心理物語であるということだそうです。楽しみですね。アルコール依存症怖いですね。僕もねお酒好きなんで、まあ、好きだったのでかな、今はあんま飲まないけど、お酒やめづらいもんね。まあそういった感じの話見ていきましょう。レッツゲームプレイスタート。日本の民話が元になってるってすごいよね。どんな感じなんだろう。ん、何か聞こえますね。わーすごい。このゲーム開発者さんのグラフィックマジで毎回すごいんだよね。で、今ね、僕これお酒に酔ってる状態で、ちょっと視界が合ってない感じだね、視点がね。うわー、グラグラしてますね。気持ち悪いね。使用いい。トイレはどこ？使用ってなんだろう？いい使用。なんだろうね。まあ、とにかくもう酔っ払っちゃってる感じだね。うわー、すごい。視界がグラグラ。うわ、歩くのも、難しいね。この人はもう寝かけてるね。お金は一応もう払っちゃって、もうこれは飲めないって感じね。オッケー。すごい雰囲気が、すごいね。トイレを探せばいいんだね。わー、すごいね。本当に。もうグラフィック綺麗なのわかるもん。グラグラだけど。これがトイレかな。お、開けた。わーわーわー、地下だ。こういうトイレあるよね、バーとかってね。ここもかな。これ、もう閉めるとかないよね。なんかね、ずっと怖い音鳴ってんだよな、でも。キーンみたいなの。鏡には映らない。こんな余裕ないよね。早くトイレ行かないと。この電気ついてるとこでいいのか。これ嫌なんだけど、誘われてるようで。まあ、ここだな。お、ムービーだ。の、暗転してくれてありがとう。危ねえ、緑だった。いやちょっとスッキリしたな。あーでもまだ視界はうつろだね。開かない。何かがドアに突っかかっているけど、パチ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 、何かがドアに突っかかっ、緑、はい、パチパチ。どうしたらいいんだ。上に登るとか。あ、誰か入ってきた。あ、これは僕が言ってんだね。誰だーっつって、誰だーって言う。普通トイレ入ってきて、あー誰か近づいてきてる。店長じゃないよねこの雰囲気。待って、誰か開けようとしてない。え、怖い。上から見られそうで怖い。でもいない。あ、開いた開いた。おー開いたわ。ビビった。よかった。これ隣とかも足跡。裸足できた。これ僕の足跡？人の足跡？フラッシュライトとか持ってないよね。持ってないわな、そりゃ。何？他を見ればいいの？開かない。開かない。もちろん開かない。これ出ていいんだよね。なあ、だよね。うわ、なに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 ？激しい激しい激しい。激しい。激しい激しい。お、お、何？割れた。鏡が割れた？何これ、アルコール依存症のせいでこういう幻覚が見えてる。怖い怖い。ああ、なんかカランカラン。カランカラン。あ、なんかドン、ドン、カランカラン。あれが崩れた。ちょっとどんな幻覚これ、どんな、音すごい、音すごい。音がめちゃくちゃすごい。
怖い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 、うわなんかいた。ちょっとちょっとちょっと、これどうしたらいいの、どうしたらいいの、どうしたらいいの、どうしたらいいの。あ、すっごい目がパチパチする。わわわわ、あ、視界が、あ、なんかいる。あ、後ろになんかいる、後ろになんかいる、後ろになんかいる、なんかいるけど、これどうしようもない。あー、ずっと後ろにいる。あー、消えてた。これどうしたらいいんだ、なんだなんだなんだ、もう逃げようがないんだけど、もう逃げれない。え、幻覚だった、怖っ。こんな幻覚見んの、うわおい、刺されてる。畜生、やめて、ほんとだよ。何これ、幻覚なの。いや、本当に何なんだ。夢、今の夢、もうこんな夢見んのやだ。飲みすぎだね。え、これ、え、あ、これ、あ、あ、これループする、あー、ループするやつ。来たかな、店長。あのトイレやべえよ。あのトイレやべえんだって。え、これ帰れないのか、またトイレ、またトイレか。店長、俺帰りたくねえ。ここから出たくねえよ。いや、ここから出ないとあれか、やばいか。これ出れるんだよね。オッケー。トイレはもう行けない？トイレはもう行かなくていい。っていうか、もう一回トイレ行っちゃうとループする？行ける！ちょっと行ってみよう、せっかくだから。出れそうだと思うんだけどね。出口側にマークはついてたから。あー、同じ形になっている。これ、ループしたらカットだな。おぉ、Looking for someone？あなたは見た？みたいな。何を？ちょっとこの読み込み遅れるのやめてくんない？怖いかな。あ、大丈夫そう。グラフィックがすごすぎて。走ったりとかはできないね。しゃがむことはできるけど。怖っ。よし。うよ。なんかがボタンって。何？閉まってないのに閉まった音したよ。いや、怖い怖い怖い、やめとこう。帰ろう。これ、もう朝だよね。夜からずっと飲み明かしてたってことかな。チンタン？あ、外だね。My therapy session is today at 9 Elm Street. エルム街。I'd better hurry. I don't want to be late.わ、ずっともう視界がぼやけた状態だね。霧がかってて。あ、今こっから出てきたんだよね。そうだね。ミッドナイトオール。そうだね。どこに行けばいいんだろう。まあ、こういうのって行きたくない方向に行くべきなんだよな。もうどこも行きたくないけどね。ただ、やっぱりちょっと足元はおぼつかないね。ちょっとふわふわしてる感じ。あ、走れるね。走ったら吐きそうだけど。ああ、パチパチ。パチパチだね。わあ、すごいとこだね。めちゃくちゃ雰囲気いいな、でも。エルム街に行かないといけないって書いてあったけど、本当にエルム街の悪夢っていうね、映画のあの雰囲気っぽいね。すごい。工事してて。こっちは通れないのかな？こっちは通れないね。向こうから行けと。なんかアイテム取ったりとかしそうだな。今までの感じ見ると。すごい迷路みたいになってる。うわーすごいね、グラフィックマジで。現実やん。怖っ。ホラーゲームす。何？おーい！あ、危なっし、なんかごしゃー。完全に引きに来てたよね、今。ゴシャー言ったよ。うわ、燃えてる。大丈夫？あ、スタミナゲージあるのか、これ。あ、右、スタミナゲージありますね。あら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 、あ、でも、誰もいないね。
え？なんかすごい音してる。何？え？あ、なんかいる。あ、向こう行った。こういうのってさ、姿現したと思ったらどっかに行くじゃん。じゃあ出てくんなよって思うんだけど。なんで出てくんだ？脅かし？怖っ。脅かすな。いちいち脅かすな、そんなんで。で、街の景色がすげえ。これ道路のど真ん中歩いてたらやばそうだな。惹かれそう。ただどこに行けばいいのかちょっとまだわかんないな。動線が、いまいちわかんないね。ただ、なんかさっき僕のお腹刺した幽霊があっちに行ったっぽいから、そっちに向かえばいいんだろうな。ここは、工事中？何この壁？何？進撃の巨人みたいな世界観？怖っ。ここに何かメモっぽいのがあるなぁ。これ見たにはできないのか。ミスティックハンド。魔法の手。あ、見れる？見るだけか。うん。見るだけだね。まあそうだな。何も書いてないもんね。なんかそういう占い的なものがあるのかな？わ、嫌なトンネル。トイレって言いそうになった。嫌なトンネルだな。でも実際あるよね、こういうトンネル。うちの近くにもありますね。トンネルになる。嫌な雰囲気だ。こっちは通れないね。あ、よかった。こういう分かりやすい動線ありがたいね。明らかに導かれてる感じだけど。エルム街。猫。びっくりした。こっちの絵にちょっと気になってたから、そっち見てなかったわ。ジュースの缶ね。これ取ったりはできない。なんか音がすごいよ。すごい音になってる。これ何？心臓バツ。こういう落書き、なんかよく見るよね。映画とかで、海外の壁にこういう落書きね。怖っ。なんかもうマンホールから蒸気が、もやもやしてますね。これどっち？まっすぐ？向こう？ま、こっち行ってみるか。こっちじゃなさそうだからこっち行ってみるね。スラト。ストリート。そして、壁。この壁何なの？よくわからないな。さっきから思ってたんだけど、この投稿機がある方の道行けるね。いや、知らん。お前が知らんかったら僕も知らん。なんか投稿機が、困ったら投稿機がある方の道を選べばいいんだ。多分ね。あ、ここだ。あ、ミスティックハンド。あ、この人のところに行きたかったんだ。有名な方なのかな、この辺では。いい音。わあ。Hey there. Is anyone home? すごい。めちゃくちゃいいな。家主はどこ？この先生を訪ねに来たんだよね。だから、アルコール依存症を治すために来てるんだよね、多分。わ、すごいな。一個一個のアセットがめちゃくちゃかっこいいな。あ、ちょっと日本の、日本のというかアジアっぽい絵画だね。一応なんか日本民話を元にしたものに襲われたりするって書いてあったね。こういう絵があるんだ。AI かな？ AI っぽいよね。わかんないけど。わ、絵がたくさん、わー、釣られたような絵がね、あります。なんか調度品とかも、アジアっぽい感じ？ここになんか、もうこれは触れないのか。なんだ？お？なんかこれがガッシャンってなった瞬間に、どっかカラ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 ってなったね。開いたような音。ちょ
ちょっと他も見とこう。このメモは何者でもない。そして絵があるね。今回のサムネで使わせていただいた絵もね、すごく不気味な感じの絵だったけど、開いてる。これどんなんだったっけ、元。あ、電気ついた。すごい便利。あ、すごい便利だね、電気が。いや、電気じゃない。外の光。何この音。この音楽何？アジアンテイストな。素敵な音楽ではあるけど、日本ではないな。不気味。あ？あ、通り抜けれるんだ。なるほど。素敵なホラーゲーム感は漂っているよ。なんか見落としそうだね、アイテムとか。一応見てた。ネズミがネズミ。ネズミがネズミのシーンです。鳥は鳥。ネズミがネズミ。あ、なにこれ。あ、こっち？あ、すごい。あ、これサムネのやつかな。これかっこいいよね。この辺も多分 AI なのかな。すごいよね。日本の妖怪とかお化けとか、そういうのを、なんかいる。元にしたのかな？わー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 、この人がミスティックハンドの方？先生、アルコールやめてーす。めっちゃリアルなんだけど。あ、間違えたみたい。I was looking for my therapist's office and You're at the right place. 怖っ、なんで怒った What's your name? William. It'll get better, William. Please, have a seat. めっちゃリアルだね。普通に実写みたい。I see. Yes, I feel you. How did you survive all this time?もちろん。What are you talking about? Don't pretend. You can still have a future. どういうこと？ I don't believe in these things. You know you don't have a choice. Count your blessings. Embrace the steps you've been taking to improve. Fuck off with this. ひどい。You'll be back. I know you will. いや、俺信じますよ、先生。俺信じます。ウィリアムは知らんけど、俺信じます。助けてください。何？もう。ウィリアムが言い出すから、これ帰り道なんか嫌なことあったら先生怒らせたからっていう理由になっちゃうよ。言っていいの？これ。え、ネズミどうなった？あ、ネズミがネズミでした。うん、変わんない。ネズミがネズミね。この下にある、この空間のさ、このインタラクト難しくない？たまたま見つけたからよかったけど。何？え？今の先生の笑い声？イザベラっつったっけ？うわぁ、何これ？怪しいね、この影。なんかシルエット意味ありそう。謎解き要素的なとこがあるんだろうね、多分。まあ、今回デモ版だからね。多分、本来のリリース版だと、これはどのあたりのシーンになるんだろうね。ここはさっきガッチャンってしたとこだよね。もう出ていいのかな？あ、地球儀見れる。ん？なんだそれ。何の意味もねえ。帰ろう。何？ Enough. I want to go home. なんでフラッシュライト拾おうと思ったの？使うじゃん、フラッシュライト、そうなったら。はい、使いますね。うん、知ってた。今使っちゃった先に。そうだろうなと思ったよ。レイブンウッド通りに行けば家の方角なのね。
そこに行かなきゃいけないんだ。で、こっちは壁だったね。さっき来た道を戻っていけばいいってことだよね。多分僕の予想で言えば、この投光器の人、なんかいない？あ、違うか。ドラム缶の影か。投光器がある方向。あ、なんか書いてる。照らされてる。ウェイホーム、家に帰れ。帰りてんだよ。そんなこと言われなくても。帰りてー、家。なんかもう、なんかいそうで嫌だな、この雰囲気。出てきそう。怖いんだよねこの雰囲気。ホラゲだ。ホラゲの雰囲気だね。どこに行けばいいんだ。こっちは行き止まり。行き止まりだね。声ちっちゃくなっちゃう。怖すぎて潜んじゃう。ついついゲーム内で潜んじゃうよ。にしてもすごいな、グラフィック。マジで現実っていうか、もう映画の世界みたい。ウェイホーム。わかってる。家帰りてんだって僕も。あ、待って。今オートセーブ入らんかった？今左上のピカピカ光ったの多分オートセーブだよな。あれ？何？何？やだ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 。ちょっとオートセーブ入ったってこと死ぬっていうパターンだよね？みたいな話をしようとしたら聞いた？あー、ここに行きたかったのに。帰れない。あそこライト。えあー、なんかいる。やばい。いや、言われずとも走ったよ、今僕は。これは危ない。待て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 。これどっちに行けばいいの？どう行けばいいの？うわー、嘘嘘嘘嘘。え？なんでこれ反転されんの？どっち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 こっちこっちか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 。向こうにライト見えてる。こっちで合ってる？うわ、合ってんのかこれ。わかんねえ。走ってるからわかんねえ。うわー、絶対違うじゃん。絶対違う。あ、待って。向こうって通り抜けれる？やばい。これ追い詰められるぞ。追い詰められるっていうか、これ後ろから来てんのか。急に現れた感じがあったけど。音がすごい。音がすごいんじゃ。いやー、やめて。なんでこの反転させられんのって。腹立つ。行きたい方向があるんだって、俺にも。これ、何回か当たったらやられんのかな？何回までとかあんのかな？わー、待って、ちょっと迷路みたいになってる。どこだ？あー、スタミナ切れた。スタミナ切れたら終わりそうな気がする。上ホーム、これか。こっちでいいのか？もう一回行きそうだな。なんかほんと急に現れるんだよね。わー！やめろ。入れない。今なんかお店に入れるかと思ったけど入れない。うわ、音がすげえ、音がすげえ。うわちょっと。どっちどっちどっち、こっち？あ、こっちに投光器ある。こうか。回り道して。これ合ってるよね、多分。うわー、もうここまで来たら帰りたい。ウェイホーム、だ、帰りてんだって俺は。俺もそのつもり。ちょっとあんなの避けようがないんだけど。あー、スタミナ切れた。どうしよう。怖い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 。あいつが襲ってくる。あ、やっと家だって。おしゅしゅしゅ。あ、待って、早く早く入って。おお、危ねえ。帰ってきた。めちゃくちゃいい家。うん。What if... ああ、ちょっと待って。 What if I'm losing my mind? そうだね。 My god, what's happening to me?お酒飲みすぎて、いろんな幻覚が見えてんのかな。外は危険。何が危険かわかんない。ああ、電気つけて。なんで消した？めちゃくちゃいい家なんだけど。これは電気つけれるね。OK。あ、映らない。怖い。なぜか自分は映らない。オフ。何これ？寿司？かわいいシール貼ってんじゃねえ。これなんだ？電気消さないとなんか進まない何かがあんのか。なんでこんな電気のスイッチ。めっちゃいい部屋。やべえ、音してる。やべえ、もう寝ようぜこのまま。
めちゃくちゃいい部屋で寝ようぜ、もう。うわ、本当にいい部屋だな。かっこいい。てか、お家がかっこいい。あ、あれが落ちたのか。何？なんか音する。あ、台所もかっこいいけど。あ、待って、しまった。待って、何？やだ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 。もう、家の中も危険？外も危険？中も危険？なんだこれ？ちょ、電気電気電気。あ、え？電気電気電気。え、え、え？勝手に消されんだけど。お、何これ？何何？あー、パチンパチン。あー、モールス信号みたいな出る。パチンパチン。あ、でも間接照明は残してくれるという優しさ。フラッシュライトは残ってる。これなんだ？なんかこの、なんて言うんだっけ？この、なんかこのか、何？もう、この形の家具かっこいいよねって言おうと思ったら。テレビ消して、テレビ消して。これチャンネルだよな。あ、待って、消せない。あ、なんか出てきた。あ、何これ？もうよくわかんない。これ何？プレゼント for you。ネズミだ。これネズミってなんか意味あんのかな、さっきから。怖っ。おー、あまり見たくない、あまり見たくない。何したらいいんだ。うっ、どこ、ここバンバンしてる、玄関バンバンしてるの、もしかして。やめろよー。これ何これ。あ、なんか触れる。あ、スタイリッシュなグレーの帽子。今関係ない、今いらない。ちょっと電気電気電気。わ、つかねえ電気。あれ止まった。うわぁ！早く逃げよう。うわぁ、このパターンになるんだ。これ悪夢だよね。悪夢だよね、これ。いや、悪夢でも嫌だけど。うわぁ、すごい声してる。リアルリアル、怖い怖い。え？まさかのここから。 No, 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 no. This can't be, this can't be true. This can't be true. クソやばいループが終わった。 What is this happening to me? いや、知らん。はい、というわけで本日はこちら、ブラッドクロスロードのデモ版遊ばせていただきました。いや、とんでもないグラフィックと、いや、なんなら、展開早すぎて。いや、これさ、もう今、主人公やられちゃったけど、まあ、悪夢だったと。で、またここから、強烈なループが始まっていくわけでしょ。えぐいね。ただゲームとしてすごくめちゃくちゃ面白いので、ストーリーもね、なんか意外にしっかりしてそうな部分がありそう、うん、意外にっていうのはあれだけど、うん、ありそうなので、ぜひ皆さんもね、リリースされた時には遊んでみてください。というわけで、楽しんでいただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントなどぜひぜひよろしくお願いいたします。いやー、俺お酒やめてよかったかも。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。